この子たちが犠牲になってもらってごめんね。でもこれもご了承していける、ご了承していけたけどちょっと分かんなかった。こんにちは、金色玉三郎です。今日はピクミン4やっていきたいと思います。前回の続きからで探索76日目ですね。今日も引き続き王の穴の探索をやっていきたいと思います。で、今日が多分ねストーリー最終回になるんじゃないかな。さあ、ということで、追憶の原生林やっていきたいと思います。頑張っていこう。難しいからね。頑張っていきたいと思います。はい、ということで、一旦ね、次のボスが誰が出てくるかわかんないんだよね。誰が出てくるかわかんないんで、どうしようかな。まあ、こう、リピクミンが一番強いけど、めちゃくちゃ失っ、まあ、でもまた戻ってきたらいいもんね。なので、こうリピクミン100体でいこっか。いや、火力も含めて、これが一番強いんじゃない？氷ピクミン50、赤ピクミン50。これで行ってみたいと思います。さあ、で、そっか。紫ピクミン作れるから、じゃあ紫ピクミン作らせてもらおうか。せっかくだからね。せっかくの機会だ。紫ピクミンはもう火力単純に高いんで、貴重だからね、使えないだけで、使えないというか、ちょっとね、渋っただけで。本来であれば紫ピクミン100が一番強いでしょ、多分ね。多分そうだと思うんで。で、ここ入って、行って、前回ここで終わったんだよね。ちょうどなんか休憩ポイントみたいな出口があったんで、一旦出ましたと。いうところで、ここの探索はもう終わってるんで、次の回行きたいと思います。13回かな？さあ、13回やってまいりました。誰が来るんだろうか。強いか？あ、お宝と、うわ、これ白ピクミンがあった方がいいっすね。白ピクミン、いや、むしろ白ピクミンがないと辛いね。一旦帰りますか。一旦帰りますか。まあ、紫ピクミン10匹手に入ったということで、一旦帰りたいと思います。はい、ということで戻ってきました。氷ピクミン40、岩ピクミン30、白ピクミン30かな。その布陣でいきたいと思います。で、確かあの子はね、あれなんだよね、金のあそこを破壊してあげないといけないっていう、そういう、ここだったと思うんだよね。で、とりあえず、まず、白ピクミンでやるんだけど、白ピクミンで最悪ダメージ与えられるから、それもまあ、ありだなと思っていて、これを破壊してあげないといけないのかな？あと、最悪、白ピクミン食べたらめっちゃダメージ食らうんじゃ、危ない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 ！あ、食べられた。最悪。え、であれば、白ピクミン最悪食べてもいいっすよ。白ピクミン食べたら、だってめちゃくちゃダメージ受けるでしょ。ね。一匹。どれぐらい食らう？まあ、一体犠牲にね、あえての犠牲。いや、全然食らわない。じゃあ、ちゃんと攻撃したいな。じゃあ、ちゃんと攻撃したい。ごめんね、白ピクミン。ガチで。こういう形になってしまって。ただ、これ破壊しないといけないんで。オッチンの突撃でいけるかな？やばい！ちょっと待って、ガチやばい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 。ガチやばい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 、めちゃくちゃ死んだ。やばい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 、ごめん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 、ガチでごめん。それはダメなんだ。突撃したらもろともいっちゃうんだね。それはちょっとごめんなさい、本当に。いや、これなんかなんだかんだ巻き込まれて、急ぎ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 、よいしょよいしょ。ああもうそう、こいつガチでこいつガチで腹立つ。ちょ、一旦あれだな、これ使おっか。これ使って、で、ピクピク人参とかちょっと食べといてくれない？君はね。で、その間に破壊しよう。あ、違う、間違えた、間違えて。 OKOK。 で、あとはこの辺りをちょっと破壊して。オッケーオッケーオッケー。これで。で、あと、岩ピクミンでこの角に攻撃したらいいんじゃない？どうだい？この角に。危ない危ない。荷物を回収しようとしてる。どん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 。よいしょー。そうだね、これでどん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 と攻撃してないかな。いや、でもいいんじゃない、これでもう爆弾とか使う。じゃあ、よいしょよいしょ。
ダメージ入ってないね。これ飲み込むと回復するのかな。行ってくれるか。さあこれでちょっとあれしといて、これは多分破壊した方がいいんだよね。そうだよね、これは多分破壊した方が良くて、危ない、食べられちゃうからあれして、よいしょー。まあ徐々に破壊していくか。じゃあね、ゆっくりと破壊していって、オッケー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 。でまた突進すればいいんで、この子にまさかこんな、まあこの子ってやるやり床だよな、床に苦しめられたよな、ガチで床が強すぎる、ガチで。いけいけ、頑張れ。凍らないかな、凍らないか、凍るのはそう簡単にはいかないか。これもうさっさと破壊しちゃおうね、破壊しちゃって、で後ろからガシンいって、オッケーオッケー、でこれも破壊しちゃおう。ほら、さあダメージは確実に受けてるんじゃない。各いけ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 、あいけんじゃない、いけないかな。あ、凍った凍った、よいしょー、オッケー。ちょっと渋かったね。まあ最後の方はもう正直順調にいった感はあったけど、それ以外で言うとちょっとうまくはいってないなっていうところはあるよな。とりあえずここは氷ピクミンで一旦、あ、パズルが揃った、すごい、パズル揃いました、ついに。あ、これでよいしょ、白ピクミンいただきまして、で暇人センサーで呼んで、よいしょ。あ、で、この壺一応破壊しとこうか。この壺は何ですかと。あ、三つね。三つをめちゃくちゃいただけるということでありがたいね。よいしょ。まあ、一旦ちょっと帰るかもしんないね、これ。一旦。一旦整え直すかも。はい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 。三つはみんな。まあ、大体花咲いてるかな。オッケーだね。ほんじゃ次行きましょうか。もうお宝もないもんね。オッケーオッケー。じゃあ行きましょう。さあ14階ですね。これギミックが難しいね。敵自体はもう見たことある敵だからっていうのはあるけど、ギミックをあれするのが大変なんだよな。これはでももういった4体いるな。周りのあれがちょっとしんどいってことなのかな。一旦とりあえずこれちょっと破壊しといて、あ、もうあれしちゃった、資材か。うわ、石いっぱいあれしてくる系だ。まずこっち倒そう。これはもうすぐ倒せるでしょ。すぐ倒して、で、避け込んで、よいしょ。この子たちを先にサクッと倒して、オッケー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 。で、次この子ね。よいしょ。はい。で、あとはここに岩ピクミンをぶち込んで、ドーン！で、いや、これ多分何も使わなくていいな。これだけ使っとくか。激辛スプレーだけ。激辛スプレーだけ使って。でも凍ってるんで、いけるいけ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 。ゴリ押せないか。あ、いけたいけた。ゴリ押し、ナイス！ナスビゲット！ナスビゲット、ベリーナイス！オッケーオッケー。今度は犠牲なしだ。今度はよかった。床のギミックってやるよね。これはもう冷静に一体一体倒していけば大丈夫なパターンのやつでしたね。なので、なんとかなりましたわよと。さあ、オッケー。これで、まあ、三つはもう全部咲いてるだろうから、あの子たちを回収次第、行くって感じかな。お宝ももうないもんね。はい、15階。おもちゃだね。おもちゃというか、子供部屋みたいなところか。引っ張り合いの子じゃない？うわ、あの子か。あ、いた！ルイだ。なんだ？てんてんてん、しつこい。いや、帰ってきてくれよ、ガチで。ルイがね、何してるかわかんないよね。着実に追い詰めてるな。洞窟の底も近いのかもしれませんね。まあ、20階建てもだもんね、パーセンテージ的にね。で、1だから、まあ、あの子を倒すだけど、青ピクミンがちょっと必要なのか。
なるほどね。ギミックだけ先に破壊するっていうのもありだけど、まあ、水辺がめちゃくちゃ多いんだ。あれってちなみに凍らせられないのかな？何になってる？銃？銃になってるよね。え、これ凍らせられるんじゃない？じゃあ。え？勝った？もしかして。買ったんじゃね？買ったんじゃね？これ。ちょ、イヤピクミンたちは何してるんでしょうか？イヤピクミンたち、君たちは何してるんでしょうか？えっ、はい。勝った。まあこれはチートだけど、まあでもいいでしょう。いいでしょう。たまにはこういう勝ち方もね。たまにはいいんじゃないということですよね。圧倒的勝利だ。これでだから青ピクミンは別に使う必要はないから、これであとまあこのギミックを別に無理して破壊する必要もないんだよな。まあ氷ピクミン最悪破壊できんのかな。でもお宝としてはもう終わったから、収集してで、もう次のとこ行けばいいんじゃない？そうだよね。だってもう、あれだもんね。お宝は全部取ってるから、マップ一応見てみる？マップ一応見てみるけど、まあこういうギミックがあったり、青ピクミンが作れるってだけだよね、ここはね。なので、もう先を進んでいっていいんじゃないですか。一応マップだけ全部開いとこっか。これで探索率がちゃんとパーセンテージが上がるのかどうかはわかんないけど、まあこういうギミックを別に破壊する意味がないもんな、もうね。リスクを犯してね。これで一応マップ自体は全部開いたんじゃない？まあちょっとカードの方、まあでも大丈夫でしょう。探索率は 5% ずつ上がっていってるんで大丈夫だと思う。まあダメだったらもう一回来ればいいからね。さあ 5% 上がってたんで多分ね大丈夫だと思います。16回ですね。今のところ順調に来てるね。で、敵が2体。出た！こいつだ！こいつ出たー！紫ピクミンだよね。これ一旦帰ろうかな。一旦帰ります。紫ピクミン作れるよね、多分ね。地上戻りたいと思います。ちょうどね、ピクミンも、あれなんだよね。ちょっと数が12体最初の戦いで減っちゃってたんで、一旦整理の意味も含めてね。紫ピクミンが必要になってくるやつだね、あの子はね。さあ、ということでやってきました。で、紫ピクミン40、イヤピクミン50だったっけな。そうだね。で、青ピクミン10ですね。で、青ピクミン10はこれ、あれね。紫ピクミンの多分お花が、あると思うから、交換用ですね。交換用に青ピクミンが一番多いんで、これでいこうかなという感じですね。で、この子は多分もうこれでいいんでしょう。これを投げるんじゃなかったっけ？そうだよね。ん？どうすんだっけ？これで？危ない。あ、なんか一人死んじゃった？一人死んじゃった。なんてことするんだ、この野郎！紫ピクミンがやられた。あ、でもなんか倒した。あ、で、あれだ、こうなるんだ。ちょ、待って、やばいやばいやばい、なんか変な風に挟まっていて。ちょ、やばい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 。ちょ、こっち来て。あの子を先やろう。この子を先やっちゃおう。なかなかやれないけど、やった。あー、なんか最後は逃げるんだね。逃げるんですね。あ、行きましょう。危ないね、これ。危なくて、でこれもう紫ピクミン投げればいいだけだよね。投げて投げて、で紫ピクミンは投げて投げて、さあこれで OK で、であとは追いかけてあれだけするだけだね。いや、一人失ったらちょっと悲しいけど、まあ全然全然頑張った方じゃない。これ最初マジでめちゃくちゃやられたからね。懐かしいよね、マジで懐かしい。
むちゃくちゃやられたんで当初。まあ、こうなっちゃえばもう終わりなのかな。おコントローラーだ。片っぽだけ片っぽだけですか。さあこれでゲートが開いて、あこれどうやって行くんだろう。とりあえずこれ引っ張ってみるか。あこれ壁なのか。普通に壁なんだ。これ何なんだろうマジで。どういうあれなんだろう。とりあえず青ピクミンを交代するね。これで増えるからね。よいしょー。さあ、オッケーです。これは、道が行きやすくなるっていう、そういう話なのかな？何のためにこれがあるのか、ちょっとあんまよくわかんないけど。まあ、とりあえず、特にリスクもないから引っ張って壊しとくか。ね、特にリスクがあるものではないんで、引っ張って壊しておきますよと。で、青ピクミンのあと5体を紫ピクミンにして。よいしょー。さあ、これで OK だね。OKOK。これでもう岩ピクミンと紫ピクミンの2人体制。これなんかすげえ重そうだね。紫ピクミンって馬力すごいのにね。さあ、これで、のかして。で、お宝も全部回収してるんで、一応マップ見とこうか。これはピクミンがいるだけだもんね。OK。じゃあ行きましょうか。行きましょう。さあ、ということで17回やってきました。いよいよクライマックスだね。20回までだからね。1体で出たあいつこいつ出たけど、こいつた、でもね、多分氷ピクミンで一瞬なんじゃない？凍らせて破壊するのが一番強い気がすんだよな。一旦帰るわ。これちょっと一旦帰る。まあ、岩ピクミンでもありかもしんないけどね。さあ、ということで、氷ピクミン60、岩ピクミン40ですね。確かね、岩ピクミンって踏まれても大丈夫だったんだね。で、まあ、投げた時の火力も強いんで、これでいこうかなと。で、もうすぐ痺れセンサー使って、まあ、とりあえずこれ使っといて、で、すぐ痺れセンサー使って、痺れセンサーじゃない。これね、痺れサンダー使って、もうこの子はね、とんでもない犠牲出たから、すぐやるわ。凍らせて、もうガン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 、一応ガン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 、ゴリ寄せないか。よっしゃこれ、いや、この子とんでもない犠牲出したことあるんだよね。だからちょっともう、これはもう行かせてもらいました。申し訳ないけどね。申し訳ないけど、これはもう本気です、こっちもね。こっちももう本気でちょっとやらせてもらいました。マリオくん、なんか変なことになっていて、いろいろ。あー、喧嘩しないで大丈夫ボヨーンってなったけど、あー、こうやって本当は避けたりするんだ。いや、でも難しかった。多分狭いからこそこれだってもう積んでるもん。あの転がりは多分これで避けないといけなかったってことでしょ？このジャンプで。そりゃさすがにむずいよね。なのでこれで良かったと思います。これで良かったと思います。まあ、チートだけどね。チートだけど、ああいう子はもう凍らせてサクッとやっちゃうというところだよね。さあ、じゃあ次行きましょうか。犠牲なしね。さあ、18回やってきました。青ピクミン？ん？これ氷？なぜ青だ？なぜ青がこんなに必要なんだ？あれ、デメマダラみたいな子だよね。青ピクミンで来るのが正解なのかな？でもこれだけ用意されてるからね、15匹青ピクミンを作るようになってる。でも水は結構周りにしかないんだよな。どういうことなんだろう。まあ、じゃあ青ピクミン100で来る？ね、一旦青ピクミン100にするわ、じゃあ。さあ、ということで、青ピクミン100でね、来ました。ちょっとま、よくわかんないからね。青ピクミンを作って欲しそうにはしてたんで、ちょっとそこがよくわかんなかったんで、さあ、蜜吸ってもろて、蜜がめちゃくちゃあるな。え、蜜全然吸えてない子いるでしょ、まだ。全然吸えてない子たちはこれ吸ってもらって、
余ってるね。でね。で、これは多分あれでしょ？資材でしょ？これ一応この子もやっとくけど、3つどんだけくれんの？こんなに、絶対余分だよね。まあでもいいか。余分にある分にはね。で、とりあえず、まあこれは使っとこうか。この子はガチ強いんだよね。この子。とりあえず1人やって、ん？オッケー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 。顔面だよね。弱点は顔面だったと思うんだよ。ああ、いや、すげえやられた。やっべ。一瞬で5匹やられた。ちょ、待って、これどうやって倒すんだっけ？ガチ、どうやって倒すんだっけ？すぐ食べられちゃう。いや、すぐ食べられちゃうけど。どうすんの、これ。隙は？ベロを出した後かな。ベロ出した後行くのかな。いやでもちょっと待って、全然落ちないけど。ベロ出した後、いや地味に攻撃していけばなんかなんとかなりそうではあるけど、でもちょっとずつやられてるよね多分。ちょっとずつやられてね、そもそも。これで振り落とされて、この同じことの繰り返しで倒せるのか。やべえ、吹き飛ばされた。あ、これでも青ピクミンでよかったね。いやー結構潰されてるな。いやなんかやられてんだよな普通に。どうしたらいいんだろう。ガチでどうしたらいいんだろう。雷とか使いたくないけどな。ちょっと隙が分かんないな。これで岩が降ってくんだよね。だからこれをしっかり避けないと。ちょ待って、青ピクミン なんでそんなとこにいんの。サボってる場合ちゃうで。オッケー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 。さあこれでベロ出してきな。はい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 。これもうまあ、影がつくんで、それをしっかり避けていくということですよね。なんか、なんだかんだ潰されてんだよな。いや、ガチ攻略法がわかんないな。なんだかんだ一人は潰されてんだよ。青ピクミンじゃないんじゃない？あ、でも、あれか。周りの水が来ちゃうから、あれなんだよな。どうしたもんでしょうかね。あ、しびれピクピクニンジンとか効くかな。ピクピクニンジン投げてみる。どう？食べる？あ、意外と？いや、食べないっすね。いや、ピクピクニンジン踏み潰しちゃった。あ、てかこれなんかどんどんくぼんでってる。これもしかして。ピクピクニンジンあるよ。ほら。いや、ピクピク人参を踏み潰してるやん。ダメじゃん。じゃあ。で、どんどん沈んでってるわ。これを氷で凍らせたら強いんだろうな。あ、ここ今投げるとこだったのかな。やばい！それはまずいっすよ、普通に。いや、一体ずつ少なくなってるな。いやー、ちょっと分かんないな、倒し方がガチで。いい倒し方あるんだろうな。申し訳ないけど、こうしていくしかないな。安定でいこうと思ったら。全然安定ではないけどね。全然安定でないことは分かるんですが、こうするしか道が見えませんと。やばいやばい、暴れだした、めちゃくちゃ。危ない。もうちょいだよな、ゴリ押しでいけそうだけど。ゴリ押しでいけいけ、くっついてってくれ。オッケー、おいで。やべ、これに当たるのは危ないんだ。落ちー、落ちー。
いける。でももうゴリ押しでいける。この子たちには犠牲になってもらってごめんね。でもこれもゴリ押しでいける。オッケー、ゴリ押しでいけたけどちょっと分かんなかった。18体失った。ちょっとすごいですわ。いやーこいつはガチで分かんなかったな。いい戦い方が。青ピクミンマックスなのも合ってる。いやなんかデコボコして大丈夫か。これだから踏みつぶしたびにへっこんでんだよね。踏みつぶすたびにへっこんでるんですよこれ。これも3つだけど、3つはでも大丈夫なんだよな。青ピクミンだったから、あれ青ピクミンじゃなかったら多分このジタバタで大変なことになってたんだよね多分ね。ここら辺周囲一体水まみれだからずっと溺れてますみたいな、そんな感じになっちゃうんで、まあこれで良かったのかなと思うけど、戦い方はダメだったね。ピクミンの選択はこれでいいと思うんだけどね。さあということで19回ですね。ここがどうだ、ラスボス1個手前ってことだよね。だからね多分実質あれ楽園じゃないこれ。楽園だ。いや、じゃあもう、あれにしようかな。ここで終わろうか。ちょっと。ね。こう無理していってもあれだもんね。てか、時間がだいぶ長くなっちゃうんだよね。分けようかな。エンディングとかゆっくり見たいもんね。これ全部含めると多分、まあ、多分エンディングだと思うんだよ。勝手にエンディング扱いしてるけど、さすがにエンディングだと思うんだよね。さすがにエンディングだと思っていて、そうなった場合ね。いや、なんか全ピクミン作れるじゃん。まあ、氷ピクミンは普通に欲しいね。で、白ピクミンも欲しいっすね。赤ピクミンとかは別に、たくさんいるからいいかなって感じかな。たくさんいるから大丈夫かなと。さあ、で、あ、オッチン来てくれた。じゃあ、これは、よいしょ。これもしかして届くよね。じゃあ、氷ピクミンと、白ピクミンと、で、あと白ピクミン、あ、行ってくれたね。オッケー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 。はいはいはい。で、イチゴがあって、イチゴ、ほい。ラズベリーかな、ラズベリーがあって、あ、やべやべやべ、持ってかれてる。で、ここになんかあるんで、ちょっと分け与えといて、で、サクランボさんもあって、あ、これね、出口がここにあるんだ。出口というか、次の階の降りるところがありますよ、ということですか。さあ、これでお宝自体は全部運び込みましたね。オッケーオッケー。じゃあ、一旦ここで終わっとこう。気持ちよくね。まあ、全然気持ちよくはないけどね。大損害が出ちゃってるんで、決して気持ちのいいものではないですが、まあまあ、ここで最終回ちょっとさすがにきついもんね。最終ボスはね。ここから最終ボス行くのもちょっときついんで、一旦戻りましょうか。さあ、ということでお疲れ様でございました。大変だったね。特にあの緑の、なんとかなんとかデメマダラみたいなやつでね。あの子と床の水のコラボレーション。あれがガチでやばかったね。ガチでやばかった。強かったわ。さあ、ということで帰ってきたね。いや、だいぶ犠牲出たな、ガチで。まあ、30匹は超えてるんじゃない?多分犠牲ね。途中結構本当に簡単に終わるところもあればね。やっぱ床とのコラボレーションがあると結構きついね。それで言うとね。さあ、これで思い出のかけらシリーズね。パズル、どんなパズルになるんだろう。あ、でも、あれだな。ミニチュアダックスントの多分パズルだね、これね。真ん中にあるのが顔だもんね。さあ、そしてちょっと懐かしいシリーズ。ああ、昔のファミコンとかそういうのだね。ゲームボーイとか。そういうのでクリアしてましたと。いいね。スイッチのコントローラーがラストだったんだね。今回拾ったもんね。で、オーバーテクノロジーシリーズ。あー、いいね。なんか、このかっこいいサングラスみたいなね。あと、3D メガネとかあるわ。さあ、これもコンプリート。いや、ガチクライマックスだな。めちゃめちゃクライマックス。さあ、ということで、4万2000になりましたというところで、ちょっと振り返って見てみよっか。結構拾ったからね。これね、記憶の中枢。
で、馬車の実、いいね、馬車の実。あの、かぼちゃの馬車に使われるからね。で、おたんこの実ね。おたんこなすって言われるからね、おたんこの実。で、落とし穴の蓋、10個ね。で、お裾分け合い。そうだね、スイッチ2人でね、これできるからね、ジョイコンね。で、ちょっと懐かしいシリーズ、いかつ、たつぼっくりね。いかついたつぼっくりってことか。で、見たくないものシャッター。で、破れかぶれ、へぇー。で、デコリボッコリ。いや、確かにボッコリしてるような、ガチで。で、花しずくの実、日だまりの実、木いちごの実、見かけひとし、あ、これはあれだね、キウイで、中がグリーンのやつが見かけ倒したってかな。で、まあ、同じようになってるから、ひとしってことかな。カボスと似たりよたり。これ好きなんだよね。すだちね、すだち。すだちですよ。徳島が有名だね。すだちの名産地ね。さあ、これで 98% になって、本当にラストだ。あと1人救出とお宝は2つになってる。あ、でもお宝2つだけど、1個はもう金の延べ棒なんで、最終回想で1個ゲットしてっていうことなんだろうね、多分ね。最後のラスボスが落とすお宝ってどんなんなんだろうね。あ、で、あれだね、亡くなった数が31になってるね。青ピクミンがね、あの、強いやつね、あの緑のやつが強すぎて、そこでだいぶ失ったって感じだよな。はい、ということで、次回探索77日目からやっていきたいと思います。おそらくね、ラスボス戦になると思います。頑張っていきたいね。今日はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。